野崎チャンネル。ジョン。さあ月曜日総チェック。はい。ですが皆さんね、お気づきのように再生っていうかその動画時間が短い。いつもより5分の1くらい。ね。なぜか。それはゴールデンウィークだからっていうね、ところでお休みです総チェック。なんとね、ゴールデンウィーク、家族サービスで、旅行に行ってまして、実はですね2から7までゴールデンウィーク、約1週間がっつり休んでました。はい。ね、軽井沢と、八ヶ岳の方に、約1週間ゴールデンウィーク休日を、取らせていただきまして、仕事全くしてないんですけども、軽井沢にいた時はですね、ちょっと午前中のんびりできる時間もあったんで、2、3、4は総チェックやりましたけどもね、5、6、7はがっつりお休みです。朝から晩まで、子供と遊んだりいろんなことをしてましてですね、総チェックしてません、ね、これはもう仕方ない、私これでございます、ね、WBC55 連勤、そして3月、開幕して、ここまで、1ヶ月ぐらいやってきましたけども、休みも必要です。皆さんもしっかり休んでくださいよ、ね、休むこととやることのメリハリをつけるっていうのがね、大事ですということでね、総チェック全部はしっかり見てませんけども、ちょこちょこ見たんで、そこら辺ね振り返り、スコアを見ながら振り返りやっていきましょう。そしてあとベストラインはね、ちゃんと考えて調べてきたんでね、ベストラインを出します。はい。ということでまずはヤクルト対 DeNA、 なんと金曜日10対9でヤクルト、土曜日7対17で DeNA で、日曜日、雨天中止、1勝1敗だけども2試合で17得点と26得点、えぐいね。だってもう金曜日えぐいよな、こんなんもし総チェックやってても解説しようないよな。ホームラン佐野、外佐野、京田、牧、サンタナ、村上、浜田、中村、浜田、長岡みたいな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、11本ホームラン。しかも11本ホームラン打ってえぐいじゃんと思ったけど、プロ野球記録はなんと12本、えぐい、もっとえぐいね。まあ、この試合のねポイントはね、まず4回表にね、関根フォアボール、大和ヒットで、ここで8番戸柱がダブルプレーになってよ、あ、これで流れ変わるなと思った瞬間に今永がライト前ヒットで、2アウト1、3塁から佐野がスリーランで3点取って3対3から一気に勝ち越し、これで DeNA ファンの皆さんも勝ったなって思ったでしょ、ね、佐々木もこれで見て勝ったなって思いました。そしたらこの5回のね濱田のホームランがね、これちょっと大きかったね。でもよ、7回の表に京田、ね、牧の連続ホームランで、でその後ね2アウト満塁から大田さんのリゴール、村上エラーね、これで9対4、これで先発勝ったと思ったね。もう4回で俺はもう 100% 勝ったなと思ったけども、これまでのね DeNA の戦い方見て、7回見てもう先輩勝ったなと思ったら、なんと8回裏に中村ホームランで、浜田がまたスリーランホームラン打って同点に追いつく、ギャグかっていうね。で9回裏長岡がサヨナラホームラン、この筋書きは勝てないね DeNA ね、この敗戦は痛いんちゃうかとね、プロ野球ニュースで達川さんがリリーフは山崎康明だけが調子一番調子悪いって言って言ってたのが現実にみたいなね、スタジオで野村弘樹さんがタジタジになるっていうねいやいいね、辰川さん攻めの解説いいね、ディフェンシブだったからね。でその次のね日に17対7で20アンダーで17得点、しかもまたこの日も佐野、宮崎、戸柱、牧、宮崎がホームラン、これもうどうしようもないね。でも小川が走ってするなんて思わなかったね、ヤクルトとしては大味な試合で、次中日対巨人、なんと中日対巨人ドラゴンズ3連勝で、すごいね。しかもね福が難病からの復活でね勝利を挙げたっていうところはね、リリーフのドラゴンズもちょっとリリーフの左腕が少ないからね、そういね砂田が結構頑張って投げてたけど、まあ、そこがねこの福が入ってくるのは大きいし、この試合も初回ね巨人が、広岡の先頭打者ホームランで、5回にね坂本、ウォーカーの連続タイムリーで3対0、あ、このままの流れでいったらねいい形でできるんちゃうかと思ったら、5回裏にね代打加藤翔平レフトタイムリーヒット、これで2点取り返して、こ
これでかいね、加藤翔平打つんだね翔平打つんだね、いつも俺見てたら打たないから、うん、とずっと一軍員なんて思ってたら打つね、頑張れそのまま、能力高いんだからね。で3対2になって、いやこのまま行こうかなと思ったら、こっからのねピッチャー田中まさかの6失点、細川、石川ツーラン、福永もホームラン、福永もよかったね。こういうのも運も大事なんだよね、やっぱこう一軍の試合出るっていうのはね。正直田中が怪我でねいなくなって、で村松っていうところもね、ダメで、で3人目のねお鉢が回ってきたところで、ここでしっかり活躍して、今やもう福永様様みたいなね。確かにちょっと守備の面のねあのミスもあったけどね、こういったところでパンチ力もあるっていうね。しかも3割2分4厘新人王あるな、予想誰もしてなかったな、新人も予想。いやー3月の時点で福永新人王いけてたらそいつはすごかったな。それはすごい。でもねすごいよね、いい形の活躍でね、大きいよねこの活躍は。しかも一気に6得点でね2連勝で、日曜日2対1、祖父江が勝ってね、祖父江福まだ帰ってくる、祖父江福マルティネスのこの流れが帰ってくる、ロドリゲスいなくなっちゃったからね。でもこの辺も巨人がね4回にウォーカーの内野ゴロ、ここはもうね結局タイムリー打つか打たないかだけの試合だったね。で6回裏にね広下がタイムリーで、代打加藤翔平三振、翔平頑張れ。で8回裏ねまたフォアボールから、でまた福永勝ち越しタイムリー逆転、わお福永。で日曜日2対1田島勝利、しかも全部リリーフが勝ちつけてるからね、この逆転劇は今までのドラゴンズに全くなかった戦い方だね。あっさりチャンス作れず負けてた中で、まあ、高橋宏とか先発してね、大城がホームラン、普通この1対0でね終わってるところだけども、7回裏にねまた木下が打って、下位打線頑張るねこの3連戦ね。で8回裏ね、あのピッチャーの上に変わってもう自滅です、フォアボールフォアボールフォアボールで、石川に犠牲フライ勝ち越しゲームセット、きついジャイアンツ、せっかく高橋宏とかのホームラン一発で勝ったの、勝つと思ったのにね。でもこう考えたらねすごいね、しっかりフォアボール、まあ、やっぱりタイムリーを打ってるか、ジャイアンツは結局ね内野ゴロの間とかでねタイムリーを打っててないところが、まあ、厳しかったなっていうところはあるけどね。でもドラゴンズ3連勝、ジャイアンツ最下位になっちゃうよ本当で。広島大阪神1試合だけ、大竹まさかの冷風でまさかの人は怒られるで、4連勝現役ドラフトからすごいね。しかも里崎ホームラン打ってんじゃん、あ俺だ、三重説だったわ俺じゃなかったわ三重説だった、三重説ホームラン打ってんじゃん、残念見てないから今知ったわこんなもんだ、もう見てないのよ、仕方ないのよ、これもうお休みだったからね。でもこれで5対0で大竹で勝つのはでかいよね。ねえ、しかも大山、里照、里照あれちゃん狙い玉絞り出してきたんちゃう、ついについに今まで何でも売ってたけど狙い玉し、だってまあ俺の佐々木チャンネル見てるとはもう思わないよ、でもあの動画を天気に打ち出してない、打ち出したよなあの動画を天気に、あの動画が出た後と出る前との打率計算してほしいよな、そっからやろあれ。だからふざけんな里崎って言ってムカついて打ち出したか、あそういう、あそういう打ち方あるんだって言ってそれにして打ち出したか、はたまたそんなの全くしなかったけどいい感じで開幕からの流れが上がってきたか、どれかだねまあ3番目が一番可能性高いよ。いやもう俺のチャンネル見て、あそっか狙い球絞って打てるかもって言って、逆に打ててもすごいけどなそんなすんなり打てるんだみたいな。でもないきなり打ち出してるからな、結構な、しかもあの動画を天気に、謎が深まるな、見たいですね、うん、いや見てませんっつってお前見てませんっつって恥ずかしいぞ逆に聞いて、いや見てませんみたいなああそうですかみたいなっていうね。でもね広島ね明日から調子上がってくる、俺知ってんだよその理由、
広島は雨で流れると調子が上がるって。今年そうじゃん、雨の試合で勝って初勝、今季初勝利も雨の日だったし、あとやっぱり鯉はね水が必要なんだよ。カラッカラじゃ泳がれへんやん、干からびるやん。で今いい水浴びて衣もね滑らかになってきてるから、多分明日から行くと思うよ、ね、で続いてパ・リーグ、日本ハム対楽天、0対5楽天、3対2ハム、あ、じゃあ金曜日が5対2ハム、2勝1敗でハムの勝ち越し。ハムもエラーとかミスしまくるけど勝つな。でもそういうのもでかい、大事なんだよね。だってこの金曜日だってさ、6回の表にさ、ワンアウト2、3塁から浅村のセカンドゴロ、ホームセーフなんだけど、これ歩かんたらちゃんと投げてたら楽勝アウトだからね。でその後ね、あのセカンドゴロで2点取られて、これこのまま負けたなと思ったら、なんていう代打古川がね犠牲フライ打って1点取って、4回裏に磯畑のやっぱ足もでかいよな、出塁もするしな。で走って走りまくって歩かんたらつないで、でこう暴投で松本犠牲フライで万波勝ち越しタイムリーで細川スクイズっていう、まず策もやりだしてきたね。どんどんここに来て、最初負け出した時全然策、まあ、やってたんだろうけど成功しなかったっていうところもあるけども、でしっかり逆転勝ち、土曜日5対0完封。これね噂、これね噂のやつはちょっと見たんだよね。よくこの前のウォーカーじゃないわ、バウアーの時もこう高めにわざと投げてって言ってるけど、高めにわざと投げるのの高めで勝負するのってあのハイリスクハイリターンなんだよね。力があるピッチャーはいいよ、サイスニードとか、力があるピッチャーは高めにストレート投げとけば空振りもあるし、ポップフラーもあるし、佐々木朗希とかね。でもこれ間違ってまっすぐ勢いなかったらカッカル打たれるからね。その象徴この土曜日、やっぱ高めはやっぱりこうねハイリスクハイリターンだね。ちょっと球速落ちちゃったりするとそれ全部ホームランになるから、小深田のホームランだって高めのストレートでしょ。で浅村ね、で岡島とホームランバンバン打たれるっていう、やっぱり低めと高めどっちがホームランになりやすいかって言って圧倒的に高めの方がなりやすいんだよね。でも力があるからそこが打てないだけで、力がない高めほど棒球はないっていうね。ちょっとまっすぐの走りが噂は悪かったね。で滝中ね、今季一勝、まあいいピッチングをここまでしてたからね、よかったねこの試合勝てて。で、日曜日3対2で日本ハムサヨナラ勝ちっていうところでね、3回表にあの華麗なる上川畑のトンネル、ね、で5回の裏、ね、あの万波の放出、まだエラーにして、普通負け流れよこのまま。でも5回の裏にトンネルした上川畑がスリーベース打って、ディアザーの犠牲フライで1点取り返して、で7回裏にもマルティネスがホームランと小技を技効いてきて、で9回裏その後逸して1点取られたね万波からが出塁して、で伏見も送りバントで福田フォアボールでそのトンネルの上川畑タイムリーツーベースっていう、ミスした人がその後自分で打席で流れを作って勝つっていうのはチーム的に一番いい勝ち方だね。であとはそのねミスしたことも反省しやすいですね、チームも暗くならなくて済むしね。でそれをねあの終盤逆転に向けてその選手たちが頑張ったっていうところで、まあ野球はねやっぱ9イニングあるから取り返しがつくスポーツっていうところではね、この勝ちっていうのは大きかったし、なんとハム最下位脱出現時点でね、まあ、あの勝って5位、負けて6位、勝って5位になってるから、この火曜日の試合がね大事になってくる。でロッテソフトバンク1勝引き分け、1勝1分けでホークスの勝ち越しだけど、ささあれ17メーターぐらい吹いてたんだよね金曜日、あれはもう尋常じゃない落ち方してたと、ホーク佐々木朗希のあの漫画かっていうぐらい落ちてたと、あと石川のパワーカーブえぐいぐらいあれは打てんぞあの風は卓球のボールかっていうぐらい曲がってたよなストレート浮き上がるし、いやあれはだからもう佐々木朗希は本当にロッテに入ってめっちゃ良かったと思う。やっぱあのドームかドームじゃないかの試合で防御率1点違うから、去年の結果で言うと1点ってでかいからねピッチャー、やっぱりそのねこの前の京セラもそうだけど、ドームじゃなかったら初回からやっぱ打たれるとかね、完全試合した後のオリックスとのまだ京セラドームの時は去年もねすぐ先頭福田がヒット打ったんだよね。だからやっぱりねマリンの風の恩恵でただでさえ高い能力なのにさらに高くなってるっていうところはロッテに入って絶対良かったね。
正直。で、豆粒売れてね、交代らしいけど。でも石川のパワーカーブもエグかったなっていうところあるけどね。でもこの試合はね、最後ら辺見てたんだけど、ソフトバンクが負けたけますよって言ってるのに、いや、負けません、あの勝ちたくないですって言ってたロッテの試合みたいな感じだって。7回からずっとチャンスなのよ。7回も先頭ポランコがツーベース打って、で中村が進塁打打てなくて、で佐藤としアウトで、角中フォアボール、岡フォアボールで満塁になるけども、で藤原がファーストゴロで、8回も先頭藤岡がツーベースで、安田フォアボール、ノーアウト1、2塁から井上、小川、ね、井上がこう良かったのよ、センターフライでタッチアップ両方がしてね。で小川三振、柵やっぱ風吹いてたからバンドとか難しいと思ったんだろうな。で最後セーフティーバッティングやろうと試みたら、合わせに行こうとして合わせるな空振りみたいなね、気持ちは出てたけどね。でもそういうとこちゃんとやらないと二軍に落とされるよって、もう落ちちゃったけどね。で9回裏、ここも佐藤フォアボールで、平沢バンド決めて岡フォアボールで、ワンアウト一二塁から加山出てきて、藤原藤岡連続三振。いやいや、もうスライダーしか投げへんねんから、それ狙ってもよかったんちゃうかっていう。で10回裏もね、ランナー出しながらオスナ仕留められず、で11回もランナー出しながらその後藤原三振で、12回ワンアウト一塁代打大下、代打最後大下当てに行っちゃったね。もう振っちゃえよかったのにね、らしくないよ。で中村も最後当てただけ、もうずっとチャンスだったのに仕留められずっていうところはね、痛かったなっていうね。まあでもお互い負けなくてよかったっていうね。で続いて、6日、この日も風がよかった。まあ、この日のやっぱ一番大きかったのは、まあ、報道にもされてたけど、東浜が8イニング8回もう1回行くって言ったんだよね。やっぱああいう強風の中、一番大変なのはやっぱリリーフピッチャーなんだよね。出てみないと分かんないから、その中で強風が吹いてて制球つきにくいっていうところもね、かなり難しい中でもう1イニング行ってくれたっていうのは非常にね、ベンチとしてもありがたかったし、東浜にとっても大きいね、その続投になったからね、非常に良かったなっていうねところはあるけども、ロッテもね、初回井上が先制、4回に田村が犠牲フライで2対0になったけど、柳田だな、柳田のホームラン良かったな、ライナー突き刺さってたもんな、あれ風だな完全に。まあ風じゃなくても入ったと思うけど、あの打球はもう完全風だね。で7回ぐらい柳町タイムリーね、で8回もまた柳田のホームラン。沢村もちょっと最近ランナーめっちゃ出してたからね、そこら辺で1本最後踏ん張ってたけど、やっぱとうとう打たれちゃったかっていうところはあるけどもね。メルセデスもやっぱ5回まではいいピッチングするけどな、やっぱ6回以降沈んでいくのはジャイアンツの時と一緒やな。でまあここでスパッと書いたのは良かったけどね、その後リリーフ続かずっていうねところではソフトバンクで一生大きかったかなと。で続いてオリックス戦、6対0オリックス、4対3オリックス、4対5セーブ、オリックスの2勝1敗勝ち越し、まあ、これ6対0もう山下俊平太様様やな。山下俊平太と佐々木朗希どうやって負けんだろうな今のところイメージつかへんよな、負けるときどうやって負けんやろっていう、なんか1対0とかで負けちゃったみたいな感じかな。これも一気に5点、もう4回に5点取った時点でもう勝ったよな。山下俊平太にもう前半で5点くれたらもう負けへんよな、最近で言うと。で土曜日さよなら森が、森頓宮でさよなら。松田もきついな、常に失点してるからな。で日曜日オリックス3連勝できたよな。あの9回裏ピッチャー青山もね、被安打5で打たれてないのよ。でもフォアボール多いからもう四隅狙わないで甘めに投げて落としときゃいいのよ、どんどん。青山そうだぞ、四隅狙ったらフォアボールになっちゃうぞ、力あんだから。でヒット打たれてないんだからガンガン投げて落としときゃいいんだよ。でノーアウト1、2塁小田ね、バスターばっかり、あれバンドでよかったよな、そんなチャージかけてきてなかったよな、俺見ていったけど何が起こったんやと思って、あそこきっちりバンドしときゃ同点にはなれたかも分かんないよな。まあ分かんないけどね、その後シュリンでタイムリーで若月アウトになって終わっちゃったけど、あそこも素直にバンドでよかったよな。やっぱあれかな、あのロッテ戦の優勝してきたやつが蘇ってきたんかな、あれでも空振りしてたで、ね、ファールと。あれ絶対バンドでよかったよ、そんなファーストチャージかけてきてなかったよ、もったいないよな。でもシュインデル打ち出したで、シュインデル、ゴンザレス打ち出したらオリックスも打線えぐいね、えぐくなるね。杉本いなくなったけどね、ふくらはぎ時間かかるからな、
ハムだったらよかったけどな。でも西武も牧野を打ち出してきてるからね。あと山川復活して、あと何気に若林が頑張ってるね。与座がもう一つストレートスピードが返ってきてないんだよね。そこだけ、そこ次第なんだよね。山岡の6回の3失点は痛いような。フォアボール絡むからな結局は、っていう感じだね見てないからね分かんないの。あのまたあの火曜日からしっかり掃除します。さあ最後にベストラインいきましょう。パ・リーグからピッチャーオリックス宮城、妹はホリプロ。俺 妹の写真撮ったんだよ、あの WBC の決勝で家族と一緒に。言っといて、あ、めっちゃ可愛いって言ってたけど本当可愛いんだよってキャッチャーオリックス森、キャッチャーの中では首位打者です。ファーストオリックス頓宮、勝負強い。セカンドオリックスゴンザレス、ベネズエラ、ラ・セイヨ高校出身です。とオリックスばっかりね。サード日本ハム野村ジェームズ、ショート日本ハム上川畑、トンネルからのサヨナラヒット、いいリカバーです。レフト楽天岡島ね、入団時はキャッチャーでした、はい。センターオリックス中川、全試合ヒット。ライトソフトバンク柳田、ホームラン量産してきました、はい。DH 日本ハム磯畑ね、打っても走ってもいいけども離脱しちゃった、早い復帰お待ちしてます、はい。リリーフピッチャー田中正義、1セーブ2ホール、えぐいね。あれだね、初勝利したもんな田中正義が。よかったね、人的保障で日本ハム行けてな。ソフトバンク行っても一軍でいられなかったかもしれないしな、今の現状を見るとな。いやまだ勝手に入ってこないで、これ今からセ・リーグだから先は知ってるよ、うん。セ・リーグ阪神大竹、現役ドラフトから4連勝、はい、ここはあるからちゃんとチェックしてっから、うん。キャッチャー中日木下、もうすぐ再開出しです、はい。ファースト阪神大山、週間5割2分くり打ち過ぎです。セカンド中日福永、新人王いきます、はい。サード阪神佐藤テール、週間3割3分3厘です。佐々木チャンネルは見てないと思います、はい。ショート巨人坂本、週間5割復活です、はい。レフトヤクルト浜田、明豊高校今宮の後輩です、はい。センター DeNA 桑原、元気印、はい。ライト中日細川、現役ドラフトから。現役ドラフトやばいね、みんな大活躍やな、ね。リリーフヤクルト復活、はい、大きい、はい。ということでおしまいです、また火曜日から全試合ちゃんとチェックしますんでよろしく、ということでお疲れ様でした。